ていただきたいと思います。KDDI のですね、代表取締役社長田中隆様の方に入っていただきたいと思います。どうぞお越しください。こんばんは。そっち行くんですか。一番目立つところに行っていただければ。じゃあそっちに行きます。はい、皆さんこんばんは。今日ここを貸している非常に偉いですね、普段は iOS とか Android であだこだ言っとんですけども、本当はテッキーな人間なもんで、あまり今のものにないんですよ。で、実はこういうことに本当に私興味がありまして、さあそちらに座っていきたいんですけども、何分止める人が多々いまして本日はHTML5 の T シャツを着ていただけ、いや今日ねHTML の T シャツを着てこいとうちの高木が言っとったんですけども、ここで写真撮られるとですね、はい、クパチーノの交渉がうまくいかなくなる会社のためにスーツを着てきましたね。私としましてはですね、ぜひともねこの活動を支援していきたいと思っております。これはちょっと会社の社長とは別にですね、個人的にそう思っておりますんで。ありがとうございます。なんか困ったら言ってください。もうすごい力強すぎる言葉もありがとうございます。いやぜひともね、なんか昔の僕の時代だとね、はい、SIG とかそういった時代なんですよ、はいはい、本当にねみんな草の根でねパソコンの上のソフトを作ってね、で世の中をなんか面白くしてみたいなんて思いをしてたんですけども、はい、今なんていうかよくわからないんですけど、なんとかっていうような勉強会になっておりますけども、ぜひともねなんかこう楽しいことやろうよっていうことで、はい、ぜひとも頑張ってください。会場でしたら全然問題ないので、なんなりといつでも使ってください。そのように思ってますので、ちょっと話しすぎですか。いいえ、とんでもないです。はい、本日 KDDI 様の方からですね、懇親会の、お食事なども出していただけるそうなので。すごいね。はい、俺は聞いてないのよ。はい、KDDI 様にも多大なるですね、はいはい、スペシャルゲストまで用意していただきまして、はいはい、本日大変、はい感謝しております。はい、じゃあ皆さんまた失礼します。はい、ありがとうございました。はい、ということで、これからもですね KDDI さんと HTML5 とか勉強会は仲良くやっていきたいなと